ルイス・ターマンはアメリカ合衆国の心理学者。アルフレッド・ビネーの手法を改良したスタンフォード・ビネー知能検査1000人以上の才能児が10年になるまでの経過を追った調査ジェナティック・スタディーズ・オブ・ジーニアスで知られる。1905年にスタンフォード大学で心理学博士号を取得。ハイスクール校長、カリフォルニア州立市販学校ロサンジェルス校教授を経て、 スタンフォード大学教授、インディアナ州生まれ、テルマンとも、ターマンは、精神白弱者の強制的男子を支持し、ヒューマンベターメントファンデーションの一員でもあった。ターマンの知能研究は、優生学的、人種主義的動機に基づいていたと言われる。電子工学者、フレデリック・ターマンは息子。ABC ホンダ・ヤスヒロ米国における。 才能教育の歴史的考察例名詞から第二次、世界大戦まで AB the Vecting Legacy of Louis, Termined by Mitchell Leslie Hatt ABCHTTPS, www.stanforddaily.com 2019-11-06 Eugenics on the Farm Louis Termin, 仙林日露心的検査法の応用的値値値、Human Stereolization ヒューマンベターメントファンデーション1933森荘やスーザン・シュベイクの歴史研究が明らかにしてきた普通の正体、障害をもたらす普通とは 何だったのかアジア経済研究所 https コロンスラッシュスラッシュ www.pbs.org スラッシュトランジスタースラッシュ album1 スラッシュ addlios b スラッシュ termaen.html ありがとうございます。